めっちゃ厚みが出てますわ。 Wow, it's working! しました。すごい。皆さんおはようございます、バッパー翔太でございます。今回なんですけど、サニーさんについに窓をつける時がやってくれましたよ。窓さんね、前回この窓さん前についてたこのガラス製ね、ガラスの窓を全部取り外して、それなんで取り外したというと、やっぱり断熱性、やっぱり窓はすごい冷気も暖気も逃げやすいし、入ってきやすいということで、まあこれからサニーさんの中に住むには、やっぱできるだけ窓を少なくしないといけないということで全部取り外しました。で、今回なんですけど、窓を増設するんですけど、この普通の窓じゃなくて、アクリルかね、アクリルウィンドウという窓をちょっと使いたいなと思います。もしアクリルウィンドウにすると、このガラスウィンドウに比べて断熱性も、結露もしにくいし、遮音性もあるしということで、今回入れていきたいなと思うんですけど、この窓を探すも時間かかりましたね、ルースさん。わざわざルースさんの弟がイギリスでパッケージしてくれて、うまいことね、わざわざ日本まで送ってくれて、イギリスにしかなかったんですよ、僕たちの欲しい窓で。なかなかこのサイズもいっぱいあるんですけど、まあ、日本のキャンピング会社でも売ってるんですけど、もうほとんど、ソールドアウト。しかももし頼むとしたら3ヶ月4ヶ月待ちとか半年待ちとかあったんで、イギリスからも直でセンドしてもらいました。はい、イギリスたくさんありました。ありがとうございます。ありがとうヒュー。はい、ありがとうヒューさん。ヒューさんありがとうございます。はい。まあ、ということでちょっと中見せます。どんな感じでつけるのか、ちょっとプランがあります。現在なんですけど、サニーさんの中こんな感じです。真っ暗です。もし電気なかったら、窓があるんがこことここで、ここあってここがあるんで、あとフロントガラスがあるだけです。ということで、まあ1つ目、ここに結構どでかい窓を行きたいなと思います。まあここがキッチンになるんで、まあこう景色見ながらね、料理とかできたらいいなっていう感じで、ここに大きい窓一つと、あともう一つ、ここにはちょっと半分ぐらいの窓をちょっと置こうかなと思ってます。でもここの窓はこっちにするのかこっちにするのかまだ考え中です。どっちになるかわからないです。でもう一つ、ここにどでかい窓を置きたいなと思います。まあここなんですけど、ここの窓はちょっとこれからまだ皆さん見てもらったらわかると思うんですけど、スライドにしたいなと思います。なぜかというと、ここ、ウィンドウね、なんかスライドのウィンドウなんで、翔太もう絶対あると思います。お酒飲んで、ね、みたいなやつ、行くでーって、バスンと絶対当たると思う。どうも、ルースさん。オープンウィンドウ。絶対ダメです。ということで、スライドウィンドウ。で、スライドウィンドウはもう日本なかったんで、ということで、イギリスから、取り寄せしました。さて、今回設置する窓の準備でございます。これは、ルースさんの母国、スコットランドから届いたやつですよ、ルースさん。はい、すごい、オンドメイキングスパネル。おー、はい、いい感じでございます。まあ、皆さん、こんな感じで、まず1枚目、スライドウィンドウ、アクリルスライドウィンドウ。で、2つ目が、このオープンスタイル、こう、前にこう、ヘンチみたいな。なんていう名前、スタイル、これ。英語、ヘンチ。ヘンチスタイルみたいな。で、この後ろはちょっと小さめの窓です。で、これなんか二重層になってるんで、一つだけじゃないらしいですよ。二重になってる感じらしいです。なんで、この窓次、はい、モスキートネットもね。モスキートネットあります。モスキートネットもあるし、はい。夜時、カーテン。カーテンで、閉じることもできる感じです。これでルースさんの大嫌いなモスキートともおさらばですね。そう、ただいまにちょっとウエイト測っていくんですけど、僕らの測り方です。いつもこんな感じで体重計があるんで、そこにまず僕が取ります。毎日チェックしますからね、僕の体重。400kg。 今日61ですわ。昨日 60.2 やったね。今日61。今日大きいブレックファスト食べたんで61です。で、まあこれ測ります。何ブレックス食べましたか？今日、ビッグバーグ、ビッグバーグ。マクドナルドドライブスルー行きました。やばい、ショータ。びっくりした。OK、そう、これは 71.45 ということで、10キロか。10.45。OK、let's write it in the book。そう、今からなんですけど、まず第一段階にすることは、ここのちょっとフレームを作らないといけない感じです。このウィンドウが 26mm、壁厚が 26mm 仕様なんで、その 26mm に合わせていかないとダメです。ということで、今サニーさんのアルミ複合板入ってるところが 5mm なんで、 21mm の木を、こう間に挟んで、
26mm に合わせていくみたいな感じなんで、まあちょっと説明しない説明でちょっと難しいんですが、とりあえずまあここのウィンドウフレームを作るっていう感じです。はい、そう、現在なんですけどこんな感じで買って。え？え？何やねん、ルーさん。ちゃんとしてよ。怖い。OK？ What was this？え？ It was this. I thought it was cockroach. Oh my gosh. Really organized today, eh? え？ちょっとね、皆さん。昨日何しましたか？え？昨日何しましたか？昨日ちょっとガレージ全部掃除しました。僕らはちょっとめっちゃ悪い癖で、一回も何回も何回もサニーさん、制作してる時にいつも何々がない、何々がない、何々がないで、いつも30分とかね、1時間探し回ったりすることあるんで、もう一回整理せえなということで、見てください。よく使うビースとか、これルースさん分けてくれましたね。What's that say? Nail often? Yeah, often? Nail often? That's very cute. よく使うやつです。Nail often? You often use? うん、often use. どうですか？ Yeah, I like this wood. It feels like really good quality. ヒノキ。ヒノキめっちゃいい匂いも。硬い、硬いけど、でもすぐ割れるやんね。It smells like kind of like a spa.あー、温泉ね。温泉よくありますよ。ヒノキ温泉、はい。ヒノキオイル。うん。イエーイ、すごいな。おー、すごい。そう、どの辺に行くかっていうのを、ちょっとそれでチェック。そんな高く行く？そう、で、キッチン何センチぐらい？キッチン何センチかによるね。多分80ぐらい。うん。キッチンの高さによっても変えないとダメですよ。どうですか？うん、それぐらいいく？そんな感じ。ここ景色見れる。もしめっちゃ短い景色見れません。ああ。ブリオリ陶器、そうだから、もっと高い、もっといい。景色見れる。どうも、はいはい、ブリオリ陶器。まあでも、もしルースさんがこれからキッチンで、例えばこの、なんていうの、ボックス？ああ、キャビネット。キャビネット作りたかったら、それも考えないといけないです。このキャビネット作ったら、あんまり高かったら、ここまであるのにキャビネットどうするかみたいな。どこまでの高さのキャビネットが必要みたいな、それもちょっと考えないといけないですよ、うん、Yeah, いいと思います。ほんまにインサイド、oh, I'm so excited to play. ほんまにインサイド、これ大丈夫？はい、it looks good. ほんまかいな。It's not too high, it's okay. めっちゃ早い、上に感じないけど、大丈夫？はい、I think it's good. Are you sure? うん、it's good.Are you really okay? Am I really? No more back, Elle さん。I think I'm happy with that position. ほんまに？今ちょっと真ん中を出したんで、窓のここに穴開けて、裏もちょっとメジャーしていく感じです。大丈夫？行くで。行っちゃうよ、ルースさん。運命の瞬間です。OK? Yeah. Yes, sir. Easy peasy. こっからちょっといろいろ寸法を取っていきます。オッケー。切る準備できましたということで、養生も OK ですか？大丈夫ですか？多分大丈夫。どうも、はい、準備ですか？シャッター10点中緊張する何点ですか？めっちゃもう10点。これいつでも緊張する。もしこれ失敗したらウィンドウアウトしないといけない。またブラックチューインガムとの戦いですからね。今回ホワイトチューインガム。ホワイトチューインガムめっちゃ強力ですよ。ブラックチューインガムで10倍強いホワイトチューインガムとの戦いになるんで、シャッター、you need to do it correctly. 絶対避けたいです。絶対、okay. 頑張って、はい、So, ルーさん、are you ready to rock and roll? What? Rock and roll, yes? Rock and roll? How do you know that tension? OK? 行きますよ。行きますよ。これは怖いぞ。Oh my god, mistake! No, ジョーキングさん。やばー、ないだぞ。これ、せっかいね。めっちゃせっかいね。5ミリぐらいありますわ、皆さん。Yeah. まあ、ちょうど20選んでてよかった。わーおー。よし、まず1個目。うぃ！Your knee wants a hole. No, no, no. How can? How can? So that was wrong. I hold an eye. I hold an eye. Oh,
おい、やべえ、開いた、やばい、なんと開いちゃいました窓が。わー、wow. That's a good spot, no? お前な、ええ感じやな、入るかな、ということで皆さん、切り終わったね、運命の瞬間、ちょっと、ウィンドウがはまるかどうかをちょっとチェックしたいなと思います、ちゃんとね。はい、サイズ間違っとったとかやめてよ、もうルースさん、ディファレントサイズとか。You one side? Yes, I got it. One side. Okay, okay, okay. Right. Oh my gosh, so nervous. 行くで、行くで。入る。入った。Oh, 完璧。やばい。入っちゃったわ。Oh, is the curve okay? Yes. 皆さん、中からこんな感じです。やば、最高やんこれ。めっちゃいい感じやん。外見える見える。おーい。これ皆さん見てください。はあ、ウィンドウめっちゃ嬉しいぞ、これ1個入っただけで。まあ次はコーキングと、ちょっとコーキングの準備しますか。プライマー、プライマー絶対忘れちゃいけませんよ。そう、今なんですけど、この周りをちょっと足付けしてます。足付けすることによってプライマー、コーキングが塗りやすくなる感じです。前もね、前した時にちょっと勉強しましたね、このウィンドウフレーム。これがめっちゃしんどかったわ、ほんま。こっちはまだ簡単な方ですよ、ルースさん、セットアップウィンドウね。だからコーキングして打ち抜きたいなと思います。まあコーキングなんですけど、まあ、溝に入れてまた三角ビートでいきたいなと思います。この間にレールに入れていきます、三角で。オールアンドエッジみたいな感じね。久しぶりだから戸惑ってます。オッケー、行きますよ。お願いします。よし、オッケー、コネクト。Yeah, you've got this corner yet. How's that? Yes, really good. Okay.あの、from take it. This is okay? Yeah. Good. で、今から中で、ちょっと皆さんネイルします。ちょっとまた後で。皆さんちょっと申し訳ないです。ちょっと集中しすぎて、カメラ撮れてないんですけど、まあタイムラプスだけで申し訳ないです。まあ今何してるかというと、ルースさんに外から押さえてもらってて、で、一番初めに作った木の枠をまず内側からはめ込んで、その上からウィンドウについてた専用のカバーをはめ込んで、その上からディスを打ち込んでいってる感じです、内側から。で、今ちょうど終わったって感じするさ。イエーイ、やばいぞこれ。 OK, let's try, ルースさん。 Let's try, open. So, どんな感じ。 Open the window? Are they? No. Open the window also. We haven't opened the window yet. Yes. Okay, so first. Okay. This one. Yes, sir. That's good, no?何段階行くの、めっちゃ開くやん。おお、めっちゃ開く。おい、oh yeah, so nice. え、so cool, very good. And then no, I think no, don't break. It's okay. I don't know how to bring it back in. Yeah, ah, yes, just pull it back in and it should go. That's good. Yeah, like that. That's so nice. Yeah, okay. And then at night, so at night.めっちゃイージー。ブラックアウト。ブラックアウト。スーパーイージーや。これがあるから僕らしたかったんですよ。めっちゃ簡単にできる。モスキート。モスキート。ルースさんもモスキートに噛まれませんので。イエーイ、we did it! ナイスジョーク、ルースさん。今日の目標、3枚。はい。火使った。でも、無理。この窓、何時間ぐらい？一番時間かかったのが、3時間ぐらい。寸法をどこにするかっていうのが一番時間かかりました。それさえ終わったら、もう結構簡単にいってました。で、quite strong. ここにビスが入ってます。こんな感じで、ビス止めもしてます。ただいまなんですけど、アウトサイドの縁のコーキングを取っていってます。
That looks incredible. プロでしょ、もう。Well done. How did you learn how to do cocking like that? そらもう何回も何回も失敗しとんのに、ルーさん。Oh, I'm sure you haven't shown people your cocking on that back camera, have you? バックカメラ一番初めのやつひどかったね。First experience. It looks like virtue. あれはやばかったね。おはようございます。おはようございます。はい、皆さん見てください。ナイスあれ。ナイスコーキングですよ。見てください。ここ。Beautiful。Beautiful。はい。お疲れ様です。まあ後からちょっと水漏れテストはするんですけど、その前にまずもう一個、多分ここにもう一個します。もう一個ここにちっちゃいの入れて、反対側にでかいスライドを入れていきたいなと思います。まあいつも。一番初めは一番時間かかるんで、まあ今日は多分2個3個多分ポンポンといくと思います。もう手順はもう完璧に分かったんで、はい。できました。フレームしました。フレームいいですね。2サイズ、はい。スライドと細い方。早いね。やっぱり2回目はどう？マッチファスター。めちゃくちゃ早いぞ2回目は。もし窓もし電話かけてください。はい、もし皆さん窓欲しい人いたらもう全然できるんで、皆さん。We're like window tinters, window fitters, plumbers, electricians, wood cutters. もう instruction めっちゃ悪かった、はい。いや、海外のドメティック、うん、全然あかんねえ。全然あかんわ。わからへん。私英語話してても私もわからない。めっちゃ適当やもん。めっちゃおかしい単語とわからない。ひどい。適当やわ。ナイスボーイ。フォークスペースどこですか？ちょっと残念なところが、こう右と左のキッチン側の窓の高さの寸法が違うというところです。右側が500、左側が450で、寸法の高さを合わせようとすると6ヶ月待ち、7ヶ月待ちみたいな感じだったんで、在庫がなく、もうちょっと5センチだけ違うんですけど、左側450にしました。ということで皆さん、近所の友達が差し入れ持ってきてくれましたということで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ルースさん大好きなライフジャムも入ってるらしいです。そうですか。はい、おお、美味しそう。これ見てもこれも入れ物からしても美味しそうですよ。おお、めっちゃ美味しそう。これ。ということでちょっと休憩にちょっと食べましょう。オッケー、休憩。はい。で俺は、うわ、ありがたいね、これ。何ですか。おお。ビアンモルツ入ってます。小内くんありがとう。もう飲んじゃうよ。おー、めっちゃ美味しそう。何味ですか？最高やわ。うん、ここからカフェって書いてある。どんなんやん？カフェ。カフェモカ。ドライ？どうですか？もうアイスクリーム。アイスクリーム。もうコーヒー大福初めて。美味しい。美味しいですか？うん、美味しい。よかった。ラブリーいけるね。4つぐらいもペロリいけるでしょ？Very easy to go for you。 もちろんもちろんって。いいですか、準備の方。準備ですか、マウンテン、マウンテン山。マウンテン山で行きます。よし。It's okay? Yeah, this corner is okay. Top corner まだ。よし。お疲れ様です、皆さん。ちょっと死んだ。ちょっと死んだ。3つ終わりました。はい。お疲れ様です。どうでした、ウィンドウ。
ね、めっちゃ嬉しい。嬉しいね。大きい仕事。大きい仕事ってね。私たちの目標、一日、うん。でも、できなかった。一日一枚だけ。そうだね。それから今日、二枚。はい。しました。まあ、ちょっと、はい、全部うまいこと入ったんですけど、明日はちょっと水漏れテスト。おいえー。はい。まあ、ということで、ルーさん、お疲れ様。ルーさん、もちは大丈夫じゃん、おい。もうすぐ夜ご飯。もち、後で。はい。もう美味しかった。お疲れ様です。ウィンドウ終了です。